皆様こんにちは新しいモンズキで56年第88回を始めますこのポッドキャストは歓励を目前に控えた私 TJ が上手に歓励を生きている人に生き方のヒントをもらうこと そして何か新しいことをやっている人からそのエネルギーや知識を吸収するというこの2つを目的とする番組です。えー、ということで今日もご参加いただくのはいつもと同じ3人なんですけどなんと3人とも別の場所、えー、まず YK 警視庁は、えー、6月1日から日本なんで、えー、聞こえてるかなちょっと今日ホテルで通信環境があんまり良くないかもしれないけど、うん ちょっと、えー、まず師匠は、えー、昭和39年1回目の東京オリンピックがあった1964年にお父さんの海外駐在に帯同でサンフランシスコに移住親の帰任時にもアメリカにとどまり結局日本に帰国しなかった帰国子女 YKK 師匠ですよろしくお願いしますそして、えっと、フィリピンのセブから、えーはい、バスタさんロス メルボルン、香港、中国のトンガンを渡り歩き、今はフィリピンのセブで大型バイクのトライアンフを乗り回す不良老人、えー、バスターさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。うん、はい、ということで、えー、1週間ぶりですけど、師匠どうですか、日本は。楽しんでますか。いも、うん、あの、いろいろハプニングがあって、大変でしたよ。うん、大変でした、まだ大変なんですけどね。 だ夕、うん、べはね、あのー、ちょっと友人に招かれて、えー、食事をしてですね、で、あの、うん、夜の、あの、歌舞伎町をテク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 、東洋インに向かって歩いてって、あの、ともかくね、すごいで周りが、あの、ホストクラブとラブホテルばっかり、すべて。で、うん、アパ、アパ、うん、アパホテルと、その、東洋インとこう並んでるんですけどね。うん、そういう中で。そうなのそうなの。<え> この僕らは、あの、歌舞伎町のあの、歌舞伎町のアパホテル泊まったことあるよ。そうそうそう。バスターさんと俺が泊まった。あの、ゴジラのあの、あれがあるとこでしょあの、映画館のとこにゴジラがぶら下がってるやつ。でしょ東方の。東方の、東方シネマズ。東方シネマがあって。うん。そうそうそう。あ、違うわ。新しく、新しくだったと思うよ。アパホテルなんか新しかったから。 違う、違うアッパーホテルだね、多分いやいやいや、僕、あの、ど真ん中の、歌舞伎町一丁目のあのアーケードを越えて、ちょっと行って、左曲がったとこだよね。もっと行かないもっと行くんだよ。あと、数ブロック、奥に入るわけ。あ、そうなの。あの辺、確かにいくつもあるもんね。あの辺ね、アッパーホテル、もう一個あると思う。うん。うん。ともかくね。そうそうそう。そうだね。まあ、全部、その、素晴らしい環境。ホストクラブと。 あの、ラブホテルばっかりというね。でね、ホストクラブの前には、こう、その、そのホストクラブのナンバーワンからナンバーファイブぐらいまで、こう、イケメンちゃんの、こう、写真があって、一流、一億円、年、なな年一億円プレイヤーとかね。そんなことばっかり書いてあるわけ。で、師匠も、その、リクルートされなかったのいや、だから、期待してたんだけど、半分。誰もリクルートしてくれなかった。まあ、ということで、で、あの、今朝は、 あの、九時発の新宿発あずさ九号で、ね、ええー、甲府にやってまいりました。あずさ二号はないの今。うん、甲府スタって一時間、あずさ、わかんないあるかもしれない。あずさ二号って、うん、あの、なんか歌にも当たる。歌歌あっ、カリウド。カリウド。<の>ね。相葉がりんごくちやつさ。うん、ね。ね、カリウド。で、あの、甲府ついて、あの、おば、ちょっとおばさんの家に行ってね。うん、で、あの、四時間ぐらい、あの、近く食べてたんだけど、 まあ、あの、9割は、あの、健康問題だったね。うん、あっちが痛い、<ー>こっちが痛いね。まあ、そんなもんですよ、年寄りの会話っていうのは。で、帰りは、あの、<laughs> ちょっと見たら、すぐそばに、その、みのぶ線というのが、あの、並行して走っててね、中央線と、途中まで。<ー>で、みのぶ線の駅があるから、で、じゃあ、電車乗っていこうと思って、タクシーをぶのもめどさいから。で、そこまで歩いてって、うん、で、こう、1時間に1本っていう電車 ねうん、で、あの、来たんですよ。で、ワンマン電車で、甲府行きの、甲府方面のワンマン、え乗車口、ここですって、印があったそこで回ってたの。だから来たん、うん、電車が。で、来たんだけど、ほら、何も起こんないわけよ。のののドアも開かない。で、よく見たらド、ドアの開閉ボタンがあるわけ。あ、これを押すんだと思って、押してない、<ー>開かないのよ。うん ほんで、あ、焦っちゃって、さ、これ逃したら、逃したら1時間いいじゃんと思った。1時間後だほんで、で、押し、しま、押しまくったの。で、ギューッと押したらね、開いた。開いた開いた。やっぱギューッと押さなきゃいけないんだ。いや、わかんないけど、ともかく開いた。で、開いたんだけど、ワンマンだから誰もいない運転手以外がね。で、運転手すいません、あの、スイカどこにタッチすればいいんですかって聞いたら、スイカ使いません。えガーンだよね。 で、じゃあどうすりゃいいんですかって言ったら、ああ降りたら改札、改札口で生産してくださいって言うわけ。で、降りて、もう、ものの、ものの数分で着いちゃうんだよ。甲府<あ>駅、次の駅だからね。で、あの、テク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 ホーム歩いてったら、うんうん、あの、なんか右にボックスみたいなのあったんだけど、なんかよくわかんないから、うん、まっ、あ、とそう言てて、改札口まで行ったの、JR の。で、うん、すいません、隣の,あの夜行駅から乗ったんですけど、あれ向こうの生産口で生産してくださいって、また降りて、やっぱりテクテクテク歩いてって。 で、そこで、ここでいいんですかと、あ、ここで生産してくださいって言うから、で、150円払って、で、あの、なんか、スマートフォンでチケット発行してくれてね、領収書みたいなのそれもらって、それ持ってまた JR の出口に行って、いや、これ、改札口とほら、今ほら、みんな、あの、入れるじゃん、チケットを。うん、人なんかいないわけよ。うん、え、どうすんのこれ、と思ったらさ、うん、これ、あの、昔、あの、日本、海外在住の人向けに、なんだか JR パスみたいなのあったじゃん。 あれを使った時に、あった、あれを使った時に分かった。あるんです。民家民家左側にそういう専門の出口みたいなのが出入り口が、うんで。そこに行って、それを渡して、ここで出ればいいんですかあ、ありがとうございましたってパッとやっと出れたわけ。すごい。今回 <laughs> <か>。150円だよあれ、乗り遅れたら1時間だよ、次。<laughs> すごい。だらつもかく、お初ってことは、何でもどこでも大変だね。分かんないってことはね。うんうん ということで、今、やっとホテルに入ったんですホテルに入りました。世田谷線もそういうのあるよ。世田谷線も。世田谷線はね、パスボピッてやって。さすがにそれは都内だからね。うん。やっぱり山梨県あたりはないんだよ。スイカがまだ。うん。なお本当ほんね、やっぱりね、地方都市だね。歩いてないよ、人が。外。 ああ。あれ、もう、山梨県の県庁所在地県庁、県庁所在地ですよ、甲府って。山梨、あ <laughs>、甲府武田信玄公だよ。ここ鎮座してるところだよ。<ん>信玄餅食った信玄餅。信玄それしか知らないよ。信玄餅って、信玄餅ってそこなの甲府なの <laughs> いや、いや、そうなんだけど、<laughs> どこでもあるようなもんだよ。温泉饅頭と一緒。 うん、ということで、あれ、聞こえる、大丈夫よ、ちょっと通信あんまりよくないということで、ここにいます、やっぱり日本はね、大変だ、いろいろと、分からないことがたくさんあります慣れてないからね、うんうん、そういうことなんだね、じゃあ次はバスターさんの近況をお聞きしましょうか、トップガン見たって あ,あ、トップガン行ってきました。で、いや、すごくわかりやすい映画で、うん、なんかトム・クルーズ全然、その、えー、年取ってないから、すごい、そこに違和感を感じ、え、<laughs> 違和感ですよ。いや、すごかった。もうとにかく、若い。かかったで、メグライアン出てなかったけども、うん、他の人もみんな出てて、で、あの、グースの息子が一緒に、あ、これ、デタバレになるから言っちゃいけないんだね。あの、その、まあ、そういう。そうね。 すごくわかりやすい。でも、あの、音楽が、あの、ほら、昔のね、うん、デンジャーゾーンとかそういうのが書かれてたんですけど、うん、あれを、その、固定さんのミッションインポッシブルに変えたら、あ、これミッションインポッシブルだなっていう、そういう、あの、音楽で、あの、トップガンだっていうことが判別したけども、あの、もしあれが、 「ミッションインポッシブル」の「タ,タッ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 」てなってたらああ俺は今日ミッションインポッセブル見に来たんだなっていう感じにもなれるね、まあ、トム・クルーズ見に行ってるだからね<で>そうなっちゃうよねそう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 うんでやっぱりねあのちゃんと911とかねその昔はほら356だったじゃないあの、えー、教官が乗ってたポルシェなんかがちゃんと 911S かなんかにアップグレードされてて川崎もあの忍者900があ,なるほどあの 新しいね、H2 になって、登場してたりとかですね。まあ、いろいろ細かいところはあって。で、圧巻はね、一番最後のシーンに。それ言っていいのあ、いけないんだ。<laughs> あれ,れ、でも、これ、いろ、いろんなところで書いてるからいい、<laughs> あの、いわゆるにトレーラーでもあるんだけど、その、その、P、P51 ね。<laughs> P51 マスタング。うん、これが出てきます。聞こえないあ、本当 聞こえない ?P51 マスタングが画像見えないのはいいのただ問題はね声も聞こえません声も聞こえないあら僕は聞こえてるから多分やっぱりねホテルの通信環境はかなりそうだねまあその最後までで俺としてはびっくりする話題としては その次の次の次のあのあ2日経った昨日の夜も、あのジュラシック・パークを見に行ったんですけど、なんと2本とも見れた、最後まで。寝なかった。何ジュラシック・パークってまた来たので、ジュラシック・パーク・ドミニオンっていう。えー、知らなかったでまあこれも あのこれもまた、の昔の映画昔の映画を引き継いでそのままエクステンションしたっていうそういう感じで昔からの出演者が総出で出てきてなんかあ,のあれであのラインダンスを撮ったらインド映画になるうそういう感じで隣にキアラがいたんでダディ、ちゃんと起きてるちゃんと起きてるってその15分に残してもらってうんそれで寝なかった。今日は あの今日の夜は、ノータイムトゥスリープをもう一回見ようと思います <laughs> そうそう、今、ノータイムトゥダイがあ,のあれだよね、えー、もう無料で見れるんだよね、アマゾンプライムがなんかでね。うん、そう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 。うん、あのね、ですよそう思い出したアマゾンプライ僕買ったんだよね,あ,ねあれ、うん、師匠に、ねはいはい、メッセージが来てたんですよ、メッセージとか師匠、聞こえてる あのね、あのコメントがあってね、バスターさんも師匠も2人に対してのメッセージなんだけど、ちょっと読みますね。<ー>あのいつもコメントとかくださる柴田さんなんだけど、最後まで見ましたと。で、YKK 師匠が住職に説教するところを見たいですねって、まずあるのね。<laughs> <laughs> うん、あの見なくていいですけど <laughs> 今度はあの師匠説教してるとこ画 <laughs> <や>動画で撮ってきていやそれがいい、ね、俺が汚れ取っときたいんだけどさ住、ねね、職がひたすらその下向いて <laughs>、ねうん、もう逃げよう逃げようとしてるね名前はこの年寄りとそ逃げよう逃げようとしてました、うん、あのね、うん、ちょっともうちょっとね深く解説すると師匠はねとにかくあの僕と二人であのチベットの、えーねえー、ラサ ままで行ってますからそこであの、えー、本来あるべきお坊さんの姿っていうのを見てるってことで、自分が修行したわけでも何でもないんだけど、お坊さんっていうのは、あああるべきだっていう、その,あの理想だけは師匠は知ってるんですよ。で あの、振り返って日本のそのお坊さんを見たときに、お前らは本当にそれでぼお、お、あの、坊さんやってるって言えるのかって、これが師匠のあの、あれで、何も師匠がすごいあの、ご体投地しながらどっかからどっかまで歩いたとか、そういうことじゃないんだけど、偉そうに言えるっていうところ、<laughs> この辺がやっぱり師匠すごいところだよね。<laughs> <laughs> <laughs> それはすごい、自分がね、1000キロその、例えば五体統治しながら歩いていって、俺は修行したからって言って、お坊さんに説教するならまだし、も俺はそのすごい姿を見たんだと、ところでお前らどうなんだって、こんなすごい説教ある <laughs> 俺の背中に乗ってるのが見えない,かい,ないんだ, <laughs> だけど、向こうは説教と取ったわ。<laughs> <laughs> でね、それに続いて。 えー、ちょっと待って、ね、カムカムエブリバディに出演したミュージシャンのライブに行ってきます。はい、同じね、柴田さんね。何それ。で<ー>バ、バスターさんの話、あの、<誰>覚えてない前も一回この柴田さんがコメントしてくれたんだけど、あの、カムカムやった時に、あの、最初にほら、うん、あの、上一郎がトランペット吹く時の、あの、あそこに来てる常連のあの人たちが、 あ,のあそこの進駐、えー、軍の人たちのトランペットがあ,のあそこのジャズバンドの人たちだったんだけどあれは本当に有名な人がやったということでそれが柴田最後の多分<ー>あの最後に丈一郎がもう一回やった時もそうだったと思うんだけどで、えー、今度そ,その人たちのライブに行くんだけどバスターさんの話をしてきますねっていうそういう話なんですね。 ああ、うん、おーすごい。だからあの、そ,そこで、あの、それのお話の通知聞きたい、えー。平川さんのそのま弟子が、あの、香港に今、香港じゃない、今、セブンにいますよって言ってもらうと、それはそれで楽しいですよね。うん。いや、でも、そこに、あの、平川清志、ね、来るのかしらクラレンス平川さん。そう、それはわかんないね。ミュージシャンのライブだから。うん。うんうん、まあ、もし来たら面白いよね。うん、まあまあ、だミュージシャンって言っても、まあ、 彼が来てくれたらすごく盛り上がると思う、ね、僕あ僕、実際、そのオーストラリア行ったりなんかしたのは、その平川清さんの会社で行ったわけだから、そういやいや、あのー、まだまだ、また、あのーうん、DVD が出たら、またみんなで見て、あ,のあれしたいね、あのうん、話をしたい。 ええ、ですね、はいと。ということでね、今日ね、実は話したかったのは、バスあの師匠にはな、ま、あの前振り何も言ってないから、多分学習、事前学習してないと思うんだけど、WWDC2022 <laughs>、あれ、師匠が消えちゃった、<laughs> 師匠が消えた。あの今あの、通信環境劣悪の日本から、<laughs> 師匠が消えましたね。 まあ、これ、しょうがないね。なんだっけ東横イン。そんなな通信。帰ってこれるかな。どうですか、バスターさんは、それでご覧になって、何か欲しい、いつもだったらさ、必ず、いやいや、全部切れた、音も聞く。あ久保田さん、あの、師匠から、全部切れた。こえない泣きながらです あらーちょっと <laughs> そうだねう待ちますだよね、うんうん、待ちましょうちょっとうん、うん、面白いねだよねこれね、うん、いやーその近頃ほら全然その うん、アップデートできてないんですよね、i アイフォンも十二のまんまだし、あ,あのアップルウォッチも、なんていうの、これ、普通のあの前のアップルウォッチだし、うん、全然そのな、進化してたのはバイクだけだよね。えー、バイクはね、YK 師匠、帰ってきたんだけど、きょうん、今日はね、うん、その今週、まあほ、香港時間、日本時間のその月曜日の夜中に WW、WWDC。 2022っていうそのアップルの開発者会議だね。w ールドワイドデベロッパーカンファレンスっていうのがあって、えー、そこでこの今年の秋に出る OS の紹介とか、それから今回のハードウェアの発表としては、えー、MacBook Air っていう、えー、軽量の、ま、ノートブックだね。MacBook Air それの発表なんかがあったんだけど、師匠ご覧になりましたか 見てないけど M2 が出たでしょ ?M2 搭載版が。塩が固まった。あ、また止まっちゃってる。音は聞こえてるよ。ダメだね。相当悪いね。甲府、甲府の東横インダメだよ。ダメだね。うん、なんだろうね。やっぱり、いや、その、ま、細い線一本これ、東横インって全員でシェアしてるんだ一本の細い線を。 東ー横インで甲府の,の東ー横にいる方は今ちょっとログアウトしていただけますか今 <laughs> の時間だ、ねとだね、残像のように師匠、ね、の絵はあるんだけどね消えたね、うんうん、音は聞こえてるえ音だけ聞こえてるこれで、うん、これストレスくるんだよれこれこういう時って、うん、いやその13あの何だっけ MacBookPro の13インチと、うんうん、それから Air MacBook Air ね。MacBook Air は形状が若干、くさび型が、なんかこう、普通の MacBook っぽくなって。うん。あれ、まあ僕、あんまり Air 使ってなくて、15インチを MacBook Air15 インチと称して使ってたんですけど。で、今、これ、あの、16インチ使ってるんですけど、あの、やっぱり大きいの欲しいね。 できれば、ね、今回16インチが出るのは、出たのかな ?14 と16。M2 が乗ったあれだけど、うん。そうそうそう。16インチは買う意味あるでしょ。でかいの大好き。バスターさんとしては。やっぱり16インチですね。うん、僕はね、もう、いずれにしても、その、そうそうバスターさんなんかよりもっと老眼が進行しちゃってるから、今もう、えー、これ今、実はこの、ここに32インチのモニターつけてるんですよね。で、 あの本体自体は、ここにある、<ー>その、MacBook の、今年、今年になって買ったかな去年えっと、MacBook の、M1 の MacBook Pro なんですよ。うん、の14インチってうやつ。うん、だから、M1 の、パフォーマンスとしてはそこそこで、うん、これ今回買い替えるかどうかちょっと迷ったんだけど、うん、っていうのは、今僕これ、 M1、えーうん、の一番安いやつ買ったんですよ吊るしモデルの一番安いやつであのメモリが十、うん、うん、あのね例えば今回も DJI のミニ3プロっていうやつの 4K の動画編集するんだけどもう昔は 4K の編集をプレミアプロでやろうと思ったらどうしてもその、えーまあ、プロキシって言われるようなその小さい うん。サブセットみたいなのを作ってやらないといけなかったんだけどああ、そ,そう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 。うん。そうそう,そう。うん。うん、もう、もうま今、この、これで、なんの問題もない。家は、自宅はね、あのー、Mac Mini、うん、の M1 使ってるんですよ。で、事務所に、この、えーうん、MacBook Pro の M1 の初代を使ってるんだけど、どちらも、えー、何の問題もなくその編集はできるんだけども、ちょっとだけね、不満はね、やっぱりその、うん プレミアプロっていうアドビのその動画編集アプリを立ち上げて、今度写真を同時にその例えばローの現像したいと思って、ライトルームとか立ち上げて、二つにするとメモリが足りませんエラー出ちゃうんですよ。エラー、エラーとは言えないけど。ああ<ー>、うん、だから、そう、うん、あの、それはね、もうしょうがないんですよね。だから、あの、16GB 16か,か、あの、一番安いモ,モデルだから。でしょ 店で買うと16ギガしかないんだよね、うん、だからオンラインで,で、僕はメモリー大盛りでないと、そチラシ食べるときもご飯大盛りで、大盛りが好きなんですよね、だからあのあの僕のもこれ、うん、あの64ギガ積んでるんですよ、メモリー。そうすると、あのプロセッサー i9 ですごく非力なんですけど、うん、そのメモリーが。 でかいから、その今言ったような問題は、それはね、違う世界がありますから、M1 は。うん。間違いうん、いやいや、だから M2 だった、M2 プラス、まあ、64ちょっと、すごくお金かかっちゃうから、今の 32GB ぐらいでもいいかな。これ使う前が、MacBook の15インチのフルスペックだったんだけど、もう、それとは比較にならないね、その動画編集は。 うん、いや、もうそ,その話は聞いてる、うん、その話はもう聞いてて、あのー、もう僕もう、うらやましいんですよ、僕のやつってこう2019年モデルですから、それはもう古いんだよね、<う>だからもう3年前の方だから、M2 にしたいなっていう気持ちはあるあのー、もしエアで、エアにメモリーがされると、ね、乗っかるんでかな うん、だから僕は 24GB でもいいんだけど、今の16、GB、よりきっと、まあ、あのパフォーマンスとしてはあるような気がするんだけど、うん、とはいうものの、多分 M2 と僕が使ってるやつって、この MacBook Pro の M1 って M1 Pro っていう M1 の、まあ、M1 があって M1 Pro と M1 Max ってこうあるから、うん、一応その M2 よりはパフォーマンスいいんじゃないかって言われてるから、うんうん ただメモリーが24ギガにすれば、うん、あの、その今起こっている問題というのは、うん、あの、回避できるから。<う>うん、で、値段も安いしい解決できるかもわかんないね。うん。まあ僕はもう、あの、うん、まあその、うん、こういうフィリピンみたいなとこ住んでると、やっぱり、あの、えー、安全に行きたいから、うん、やっぱり16インチの32ギガ。 M2 っていうラインですね、若干高くつくかもわかんないけど、師匠は今、エアだよね、M1 のエアだっけ、M1、MacBook エアだよ、そうだよね、M1 だよね、だから、それでもう、普通、十分だと思うんだよね、普通の仕事するだけだないよいや、もう M1、ほとんど意味がないでしょ。 あ、そうか。いや、そうなんですよね。僕も、14インチだろうが、13インチだろうが、16インチだから、とにかく、ノートブックの液晶はもう見えないんですよ。うん。外付けモニターしかないんですよ。外付けモニターでやるからいいいや、今度ね、そろそろほら、日本にも行けるじゃないですか。ね。そうすると、この14インチの MacBookPro 持っていったところで、 あの、作業をする自信がないから、そういう意味では、あの、iPad の方がまだいいんですよ。iPad は、というのは、こう、iPad はさ、こう、これ、<ー>こう外して、目の近くまで持ってこれるじゃないですか。うん。そうすると、これ、老眼対策にこれいいんですよ。おだけど、キーボードがついて、うん、なるほどね。うん、いや、この、このキーボード最高だよ。キーボードついてないと嫌なんだよね。こ,この、 マジックキーボードだっけマジックキーボードは全然いいよ。あの、本当に使い心地いい。うん、いいえ師匠が何か言ったのは聞こえたんだけど。なんか今、音声が崩れました。うん、あ、また師匠が去って言った。うん、よくないね。聞こえた <laughs> 何これ。うん、あ、来た来た来た。 すいません。今日は、あの、なかなか、あのー、前、あのー、ね、バスターさんがフィリピン、台風の後、通信状況がなかなか改善しないで苦しかったんだけど、<laughs> そう。うう日本からがこんな苦しいっていうのは、ちょっと、あのーい、いや、あのね、ね思ったんだけどね、まあもちろんな、そうね、通過所ですか経験ないんだけど。い自宅にいりゃこんなことはない、ね。こういう、例えば聞こえてないでしょ、今。で、こういうホテルとかね、<laughs> こういうところの、途切れた、あのー 環境って、これ、アップロードの問題だよね。うん、アップロードの問題だよ。ほとんど実は聞こえないですよ、師匠の声が。文章のところどころで、おー、おー、おーって聞こえるちょっと苦しいね。頑張れ ダッンロードに命かけてんだよ、<laughs> き,だね、きっと。うん、確かに、そうだね。だって、アップロードするやつなんかいないんだからさ、みんなダウンロードしかないんだから,だからあるいは師匠の、いや、師匠、そんなあの携帯電話で、ねねね、ギガが残ってないでしょ。日本じゃないから、あ、香港じゃないから、日本の契約ってそんな大きな契約してないでしょ。ああうん、あそうだよ、ねうん、あ,あ、そうか、そうか、かちょっと師匠は、まあ、きょは、ところどころ参加っていう形で。 今、繋がった瞬間だけ画像いいんだよね。いや、これね、だからこういうホテルとかね、<laughs> そういうところの Wi-Fi 環境ってね、あ<の>ストリーミングはすごく弱いんだよ。うん、ね、<laughs> できたよでも声、顔が止まってるような感じ、うん、これ、Wi-Fi ルーター違うんだよ、ね。うん。トヨインさん、よくない。そう、ストリーミングさせてくれないんだよ、多分。ああ<ー>。ねえ。うん。 ちょっと師匠、あの、今日はあんまり話ししないで、いつも話したい師匠だけど、今日はちょっと聞き役で。退場だな。ね聞いてくださいって感じ無理だよ、これ。うん。うん、だから、ホテル今日はもう、そこでひっそりと聞いといてもらう。東京のあれは良くないね、日本語。ということでね、外でやるのは、ストリーミングは。うん ね、本当によくないね今日おとなしくしてますから話してください、うん、はいまあちょっとね前半この辺にしましょうかあのあの師匠の通信もよくないしねじゃあいこれあの月曜日分この辺でじゃあ後半また後半はね、うん、ちょっとあの WWDC にちなんではい、はい、えちょっと、えー、明日から言われる信号っていうのをちょっと用意したんでその話をしたいと思うんでじゃあこの辺でさようなら